さあ今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。我々は元気です。はい、元気です。久しぶりに会ったような気がする。2人タイミングがね。はい、どうも。あのですね、お二人にお伺いしたいんですけど、こう人からこんなこと頼まれてやってみたけど、あ、なんかうまくいかなかったなとか、チャレンジしたのに、あ、これ自分に合わなかったななんてもなりますか。人生それで始まってるね。うちのお父さんがほら音楽家だったから、はい、何やりたいんだっつってピアノって言っちゃって、でピアノのレッスンがいきなり始まって、いやでもこれは合わねえだろうと思って僕スポーツの方に逃げた。そうなんですか。人生失敗から始まってます。あ、でもそれで合うものが見つかったんだからいいですよね。良かったですね。正直にスポーツに行って良かったかもしれませんね。いいと思ってますよ僕は。ありますか。私は頼まれてできなかったことは、まあ、小学校の頃なんですけど、調理実習ってあったじゃないですか。で、なんか何切りにしといてって言われて全然できなくて、なんかすごい変態な切り方したら、まあ、お前もういいからジャーがピーってなるのだけ見ておけって言われてしまったっていうすごい切ない思い出はあります。でもそれだからこそ今できるんでしょ。あ、すごい 得意ですもんね。今すごくできます。いやーやばい。いや、そうでもないですけど。いい奥さんになりますよ的に今アピールしたな。それでそれで今日は何、はい、今回の企業さんはピタッとこう合わせてくれるわけなんですよ。あ、そういうニーズを。そうなんです。不動産業界をはじめ、その企業さんのニーズに合わせて人材を紹介しているこちらの企業様です。社会のニーズが多様化、複雑化する現代、企業の価値を測る尺度も大きく変化している。そんな変化に対応し、より社会的意義のある企業や人材を育て上げる男がここにいる。株式会社フロンティアグループ代表取締役金子義則。2007年日本で初めて成功した敵対的 TOB 案件の買収側プロジェクトリーダーでもあった金子。それらのノウハウと経験を生かし、現在株式会社フロンティアグループでは M&A アドバイザリー事業、人材紹介事業、不動産事業、3つの柱で事業を展開。顧客から熱い信頼を得ているという。そんな金子に話を聞いた。当初会社設立した当初は人材紹介事業っていうのを行ってなかったんですけれども、M&A の事業をやっていく中で、そういったこういあの人材欲しいというニーズが結構あったものですから、まあこれをまあ商売にねした方がいいっていうことでですね、これは約3年前に始めた。あ、そうですか。わけであります。そういった不動産業と人材派遣業っていうのを一緒にやってらっしゃるってなかなかないんですよね。あ、そうですね。結構やっぱ不動産だけやってるとか、人材紹介だけ行ってるっていう企業はやはり多数、あるんですけれども、両方やってるっていったところは、本当限られるのかなとは思います。それはそこに需要があって求められたんですよね、多分ね。そういうことが誰が知ってんのいないとか、こういういい人材がいないかとか。そうですね。そういったところから始まりですよね。結構当社みたいに、あれやこれよっていうか、やってるところは少なくて、そこら辺はちょっと臨機応変に、その企業さんおよびその人材のニーズに応えてですね、うまく適応してるっていう結果なのかなとは思います。そういう感じがしますね。もともとは不動産業ずっとですか。そうですね、私前職は、ある上場企業の、で、主にその財務、担当として企業売買の、行ったり、他あと不動産の、不動産の融資資金を調達するなど しておりましてですね、そういったその財務の経験を生かしてですね、独立した時は不動産でも主に、ちょっと金融絡みっていうかですね、主に扱ったりとか、結局ちょっとその前職の経験を生かして財務を起点として、M&A なり不動産なりを行うようになりました。
僕は素人であれなんですけど、大体財務でその企業のあれ分かっちゃいますよね。うまくいってる、うまくいってない、そういうことじゃないんですか、財務。ああ、そうです、おっしゃる通りです。そこですよね。そうですね。おっかないな、だから明るさ、そうですね、ところもう、まあ、分かってるぞっつって、はい、そうですよね。それで今どっちちょっと傾きにいってるか、これが伸びるのかっていうのもやっぱり、あ、そうですね、分かるんですよね。まあ、その企業さん その財務内容、決算書等々ちょっと 見ていく中で、あ、この企業はね、あ、不動産買える余力があるなとか、逆にもうちょっと人材、採用できる余力があるなとか、そういったところもね、結構財務っていう視点の中から読み取れたりすることもあるので、それが分かられちゃうから、もうふっと分かられちゃうから、だから頼られるんだよね。それで多分人材を派遣を頼まれてくるわけですよね。そうですね。あ、そうだよ、絶対そうだと思った今今ドキッとしたもん僕、なるほどなるほど。もともと会社にお勤めだった時から、もう起業しようと、不動産業やろうって思いはあったんですか。あまりね、正直なところそういった強い思いっていうのはなかったんですけれども、はいはい、ちょうど設立したのが2008年の8月8日でございまして、はい、まあ、その2008年っていうのはリーマンショックのあった年、うん、まあ、2008年の9月15日にリーマン証券が、はい、破産法適用の申請したりとか、まあ、その年2008年度だけでも上場企業の倒産数がまあ45社ほど、まあ、戦後最多っていう年でもあって、すごいな、まあ、その金融および不動産マーケットってまあ最悪の年でもあってですね、まあ、そんな時にまあこれからそういった不良債権処理とか、あとまあその企業、まあ資金繰りの悪くなった企業の売買とか、まあ案件が増えていくだろうということで、まあその年まあ一番いいチャンスかな、ビジネスチャンスかなと思ってですね、それで独立はあ、しました。それもだから一番時代の流れとしては良くない時にドンと始まるっていうのがいい流れだっていうことですよねその時そう思われたので、逆の発想なんですけどね、これ以上下はないだろうっていうことですもんね。そうですね、はあ、お喜びの声たくさんもちろんあると思うんですが、はい、例えばどういったものがありますか。まあ、転職希望者が当社の紹介でもって、まあ、いい企業に転職できて、まあ、年収もアップ、あとまあ仕事内容もアップということでですね、結構そういったことで結構人生のまあ転機となるような場面でうちがいろいろ お手伝いすることによって、まあ転職後結構まあいいまあ仕事先見つけてくれてありがとうっていう。最高ですよね。それ仕事冥利につきますよね。そうですね、そういう方とは付き合いも続いていきますよね多分。そうですね、まあ、でそういった時に、まあ、我々としてはそういった人材紹介すると、まあ、年俸なりを我々も把握してるんで、資産背景と、まあ、資産背景までも少なくとも年俸および家族背景ってそれなりにコミュニケーションしていく中で把握してるんで怖い怖い怖い、じゃあ専門分野出てきた、専門分野出てきたでそういった時にまたちょっと不動産をご紹介したりとか、はい、こういういい不動産が、ね、買えませんかとか、場合によってはこういうアパートも買いませんかっていうご提案をできたりと、仕事に逆につながってくるっていう。そうですね、我々としては、まあ、不動産で、うん、まあ、大手企業いますし、人材紹介っていった部分でも、まあ、リクルートさんはじめ、うん、まあ、大手企業いるんで、まあ、そういった大手企業には、まあ、同じ土俵で、まあ、競争するつもり全くなくてですね、まあ、結構アナログ的に結構人と人とのコミュニケーションを大切にしてですね、まあ、転職活動の支援から不動産、ね、見つけてあげる支援から、うん、そういう形でですね、うまく適用して狭間の中でやっているっていう形ですね。でも8年もう今起業されて8年ぐらい経つんですかね、はいはい、その間にもやっぱり流れっていうのはありますか。この時代の流れで、ああ今年いいな、ああ今年はあれだとか、この2年間ぐらいはガーンと上り調子だとか、そういう、やっぱり社会に影響されていくわけですもんね。そうですね、まあ、流れいくと、まあ、先ほど申し上げたように、うん、どん底の年に起業したなんで、そこから見ると、まあ、今は結構かなりそうですか、いいのかなっていうのは
感じますけどね。ずっと言ってる最中ですね今。そうですね、なかなかいいことって皆さん言いたがらないんだけどね他が苦しんでる人もいるからとかさ思うんだけど、まあ、でもやっぱりそこにうまく乗ったっていうのは何なんですかね。まあ当社は他の、まあ、不動産会社さんと違って、うん、単に不動産買ってくださいっていう提案はせずに、うん、はい、不動産買うにあたって、まあ、その方の、まあ、資産背景をほか、うん、まあ、その家族構成含めた、うん、結構、まあ、不動産以外の観点からあの不動産の提案をするんでですね、うん、まあ、そういったことがね、なんか、まあ、お客さんに喜ばれているのかなと。より近い存在なんですかね。そうですね、もうライフコンサルティングみたいな、もうグッと入って、そうですね、うん、悩みもちょっと分かるぞみたいなそうですね。先ほどご自身でも不動産業も人材派遣業も、はい、まあ、大手さんがいるのでってお話ありましたけど、はい、特にここはうちが強いんですっていうところを挙げるとしたらどんなところですか。結構、まあ、当社そのフロンティアって言っても、はい、まあ、そういう社会一般に認知されてるわけでもないですし、うん、で、まあ、企業の母体としても大きいわけではないんですけれども、まあ、その強みとしては結構、まあ、一回お客さんをまあ、取引させていただくと結構2回目3回目っていう形でリピーターみたいなこう、リピートしてくれる。でまたそのリピートがですね、またされた方はまた紹介紹介でこういったフロンティアって面白い会社があるよっていうことでですね、意外とその広告費用等々費やさず人の紹介紹介で、まあ、なんていうか蓄積されたこのネットワークで、毎年、まあ、売り上げを増やしているのが強みかなっていうのがありますね。やっぱりね、そこなんだよ、うん、やっぱり人間味のところがあるわけよ、うん、そのドン買った売ったこっちが安いあっちが高いだけじゃないんですよね、やっぱりね。 そうですね、アフターケアだとかその心のケアまでしてくれるわけだ、うん、いやそれは今買いだぞとか、そうですね、今だったらいいと思いますとか、はい、そういうアドバイスまでね、多分そうですね、自分がやってきた会社が、うん、順調にでかくなってきたなっていう感じですか。いやまだまだまだですか。まあ当社よりまだね、立派な企業っていっぱいいるんでですね、まあ夢はっていう聞かれると、もう今目先のことで精一杯なんでですね、それこそ毎日がっていうことなんで、まずはなんかまあうちの社員の人材の育成っていうことがですね。ああ、そうなんですか。それやらない限りは私自身も楽にならないからね。なるほど、全部自分が携わらなきゃいけない、まあ、ということで、まあ、そういったことが、まあ、まあ夢っていうかまず目先の目標ですね。さらなる何て言うんでしょう、最終的なこうなりたいな、こうしていきたいなっていう大きな目標は何ですか。目先のことは今お伺いしたんですけど、大企業に、はい、まあ大企業っていう、まあ、それほどまあそういった目標っていうよりは、うん、なんて言うんでしょう、まあ、企業を、まあ、存続させることがね、私の使命だと思ってるんで、まあ、5年後またこの番組でインタビュー受けられるように頑張っております。いやー本当にこの番組も頑張らなきゃいけないですね。もう頑張る、そっちの方が危ないそうだけどね、はい、お互いに頑張りましょうということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。舞浜リゾート一望、スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。急に雨が降ってきたり、気圧の変化で頭が痛いなーなんて経験ありますか。はい、ありますよね。ありますか。あります。僕はもうこっち系だね。怪我したところみんな痛くなるね。痛くなっちゃうと。雨で傷が、そうか、降る傷が痛む。ギクシャクしてくるね、本当にね。頭痛くなる。痛くならないですね。あ、いいですね。まだまだ大丈夫ですね。いいですね。女性はあります。そうなんですよ。あります、あります。急にこう奥の方がずーって痛くなったりとか。時々言ってるもんね、重たいとかって。痛い。そうそう、疲れが溜まるとなりやすかったりするんですよね。そうですね。何が原因なのかわからないんですけどね。
そうなんです。ということで続いてご紹介する企業様なんですが、なんとオリジナルの方法で頭痛のお悩みのお手伝いを行っているこちらの企業様です。多くの人が悩みを抱える頭痛、そんな頭痛の悩みを改善させようとする男がここにいる。頭痛専門整体サロン銀座ポッカポカ、院長茂田慎吾。元プロレスラーだった茂田、引退後も何か人のためになる仕事がしたいと整体師を目指した。そして起業。そこには少年の頃に出会ったある熱い思いがあった。茂田慎吾に話を聞いた。頭痛の方って今多いですよね。偏頭痛っていうあれでいいんですかね、はい、偏頭痛もありますし、緊張型頭痛っていうのが今すごい増えてまして。緊張型、はい、あのストレスとかやっぱ血行が滞ってるとかそういうの方が多いんですけど、今病院行くと偏頭痛ですとか緊張型ですとか緊張型頭痛ですとか、はい、で一方的に言われちゃうんですけど、うん、一番多いのは2つが合体しちゃってる併用パターンが一番多くて、これだと本当こじれちゃってまして、うん、なかなか治らないパターンです。でもそれは先生は特別なやり方で実整体で治されるんですか。そうですね、まあ、整体って言って、まあ、手技だけじゃないですけど、はいはいはい、カウンセリングとか、あと、あ、そこもやられて、はいはい、最初はカウンセリングからスタートさせていただきます。名前についてるポッカポカっていうのはどこから来てるんですか。はい、かわいいね、はい、忍者ポッカポカあの元々整体院とか整骨院、今でも2件やってるんですけど、はい、あのもう15、6年前から始めさせていただいてますが、20年ぐらい前にあのファミリードラマでポッカポカっていうのがありまして、でそちらの父と母と娘のドラマなんですけど、そちらのテレビのドラマの温かさがすごい好きで、あのそこからずっと撮らさせていただいてます。先生そのものですもんね。温かそうですもんね、先生ね。ありがとうございます。先生スポーツやってられたんですか。はい、まあ、私は有名じゃないんですけど、うん、その頃プロレスやってました。プロレスですか。はい、はで、アニマル浜口さんの弟子として最初は、して今でもあのご交流いただいて。あ、そうですか、はい、肩幅とかさ、この胸圧がさ、はい、すごいもん、ね、そうですよね。ありがとうございます。今はあの児童養護施設とかでチャリティーのプロレスとかにちょっと出させていただいたり、うん、あ、やらないですか。ちょっとやらさせていただきます。あ、そうですか、はい、好きなアニメがあって影響を受けたってことなんですか。はい、もう小さい頃からタイガーマスク、アニメのタイガーマスクをずっと見てまして、我々の時のタイガーマスクは不死身です。素晴らしい。あの夏休みになると毎日やってるんですよね、それ。だからもう内容も覚えちゃうぐらいなんですけど、憧れてまして、でその頃は3つの夢っていうのを持たせていただいたんですけど、あの強いプロレスラーになるっていうのが一つ目 で、二つ目が伊達直人さんが赤いスポーツカー乗って、はい、ちびっこハウスとかに来 て、はい、来てたんでかっこいいなと思って、あで三つ目が、そのちびっこハウスのために、体を張ってやってたんで、それに憧れてそういう仕事をしたいなって、その三つが私の夢でして、あで、まあ、それを実現させたくて、今までやってきて、でまあ、僕は弱いんでもそんなにすぐ、ね、メジャーなプロレスラーじゃないんですけど、リングに上がることはさせていただきましたし、はい、その頃、まあ、赤いスポーツカーも乗らさせていただいたんで。あ、そうですか。で中古だった。何乗っかってたんですか。フェアレディ Z の赤いフェアレディ Z の赤ね。マスクしてました。してないです。してないです。マスクはね。でじゃあ子供のそういった、ところにも行かれてるわけですもんね。そうですね。それあってやっぱり人生悩んだ時に、プロレスやめて悩んだ時に 何やろうかなと思った時に、やっぱ福祉的なことをやりたいなと思ったんですけど、そこでまた父親に言われたのが、お前は絶対そんなこと向いてないと。向いてないと、うん、やるんだったら本当にいっぱいお金稼いで、うん、で子供たちのためにそっちの方がなるぞって言われて、それからやっぱり自分で独立したり会社作ったりってことを考えました。まあ、そういうことがあるから、はい、そういった子どもたちのサポートもできるっていう。そうですね、お金がなければできないって教わりました。そういうことなんでしょうね、はい、じゃあ今はたくさんお金を持ちでいらっしゃる。いや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 あでも気持ち的にはお客様をこう治されて、はい、でそういう体感があるわけですよね、よくなって喜ばれるだとか、はい、
で、それが仕事って素晴らしくないですか。ありがたいと思います。本当に素晴らしいですよね、はい、そのためにやっぱり研究とかいろいろされるんですよね。そうですね、はい、今多いですからね、はい、頭痛にこだわったというか、はい、頭痛に特化された、そこに着眼された理由って何ですか、はいはい、もう頭痛が現代に多いっていうのがありまして。いや、うん、本当に多いですよね。で、大体の人がもう薬でなんとかごまかしてるっていうのがほとんどなんですけど、もう薬に頼ってちゃいけないと思いますし、副作用もありますので、でなんとか薬飲まなくても普通に生活できるようになっていただきたいなと思って、 そこの頭痛をあの高めるようにさせていただきました。それはもうメンタルのところと、はい、その箇所は主にどこをいじるんですか。その全身ですか。やっぱり大体8割ぐらい頭痛で多いのは首で、過去に交通事故やってたりっていう人が多いんですね。あ、やっぱりそういうちょっと理由があるんだ、はい、ご自分で忘れてるんですけど交通事故をやってたって方がすごい多くて、はい、いや僕の友達でもいるんですよね、はい、そいつ本当に具合片頭痛の時も動けなくなるぐらい、なんかもうこういう風になるんですよね、はい、ひどいんでしょうね、やっぱり症状がね。本読んでいただくとかなり改善するみたいなので、あの、あ、本ですか、はい、この本読んでいただけでもあのかなり良くなったっていう人がお電話とかメールいただいてます。足の指で、はい、良くなる、はい、一番遠いですよね、一番遠いところ、はい、足の指一番遠いんですけど、うん、あの心臓からのポンプ作用っていうのが一番届かないところにあって、体の中の、うん、老廃物とかゴミとか電磁波っていうのが一番溜めやすい場所なんですね。へー。でそれで一番遠いから戻ってこなくなっちゃうんですね、あのそこにゴミが溜まっちゃうと。それなんでそこの血液を改善してあげると、一気にあの体中が血液が流れるようになってきますので、うん、そうすると頭の方までいい血液がきますので、っていうのを提唱させていただいてます。はい、循環なんだ。よく血の循環がね、流れが悪いとそういうこと、いろんなことが症状起きるっていう、うん、そうなんですね、はい、頭痛もそうです。で頭痛の場合、あの脳血液供給量っていって、うん、頭にどれだけ位置が巡ってるかっていうのを、まあ、データで取らさせていただいてるんですけど、はい、頭痛の方はもう大体それがもうすごい悪いところを振り切っちゃってるぐらい、ってるぐらいですか。みんなそうなんですよ大体。じゃあ僕なんかはもうすごいいい位置が流れてるんだ頭痛にならない。ならない。でも肩こりも一緒ですかね。肩も一緒です。あ、じゃあダメだ、肩こり肩こりは肩が凝るんじゃなくて首に異常があると思いますので。間違いなく、はい、そもそもの頭痛の原因って何なんですか。それもやっぱりあの、はい、一つじゃないので、はい、あの皆さんあの様々なんですけど、はい、私の場合はあの7つの原因として7つ分類させていただいてます、はい。でさっき言いましたように肩こりで、あと首の異常、昔交通事故やってたとか、うん、忘れちゃってるんですけど、あの思い出してみれば交通事故っていう人が8割ぐらい結構います、はい、うん、やってます。あと生活習慣、これあの、うん、今現代人あのシャワーが中心なので、はい、お風呂に入らない人が結構多いんですね。特にこの時期は多いんですけど、そうすると首の方まで血液が全然流れなくなっちゃうので、まあ、頭の方にも行かなくなって、あとあります、ね、うん、あとは運動不足とか食習慣とかいろいろ考えられるのはあります、うん、あと血行不良っていうのは先ほど言ったようにやっぱり体の中の血流が良くないっていうのがありますね、はい、で薬の依存っていうのもつながってくるんですけど、うん、僕の治療ではあのまず飲まないようなところに最初の着地点を置いてます、うん、薬飲んじゃうと一滴で分かんなくなっちゃうからね、うん、そうなんです。であとメンタル、あのやっぱり心がね、ストレスとかでやっぱり乱れてきますと自律神経って乱れますので、そうすると電磁波もためやすいですし、血流もどんどん悪くなってきますので、僕がプロレス時代に何でもありっていう総合格闘技のルールでやらさせていただいて、何でもあり、はい、遠征井上選手という人とやらさせていただいて、はいはい、でも1分ぐらいで頭ボコボコ殴られてやられちゃったんですけど、で病院送りになって、で危ないですね、はい、まだその頃は危なかったルールなんで、今はまあ大丈夫、20年ぐらい前の話なんですけど、それからずっと頭痛が後頭部にひどくて半年間ぐらいずっとひどかったんですね。でちゃんと CT とか MRI 取っても大丈夫なんですけど、まだ痛いんですね。で半年ぐらいしてなんかもう頭の中本当は何かあるんじゃないかとかってずっと思ってるんで、それぐらい痛いんですか、はい、ズキズキするんですよ。でそれでやっぱりどん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 自分の心が病んできちゃうっていうか、はい、うん、そうでしょうね、ストレス抱えちゃって、それでもっと悪くなってきて、でも病院行くとなんか悪かったら嫌だなと思って行かないんですね、うん、でもどうしようもなくて半年ぐらいして行ったところ、ちゃんと MRI 検査していただいて、あなた脳に何も異常ないよって言われた瞬間に頭痛が消えたんですよ、うん、
それまで半年間痛かったのが消えて、ということはやっぱり心がすごい、ね、ストレスがかかって、安心すれば治るってことが分かりましたので、やっぱその頃の経験も今生かさせていただいております。あと最後に言いました電磁波ですね。そうだよねこれね、本当そうだなって思いました、ね、今みんな陥りやすいんじゃないですかね、はい、その7つっていうのは。でこれが悪い人は簡単な頭痛、軽度の頭痛の人が1個か2個ぐらいなんですよ、はい、で悪い人ってひどいと7つあったり当てはまったり、当てはまるんですか、6つぐらい当てはまったりするんですね。でこの6つぐらいがぐちゃぐちゃぐちゃってもう毛糸が絡まったみたいな感じで、どうしようもなく解けなくなって、でそれを一本一本解くのが私たちの仕事かなって思わさせていただいてます。大体1回こう治療しても何分ぐらいされるんですか。そういう最初はカウンセリングが多いので1時間ぐらいやらさせていただいてまして、はい、その後は15分から20分ぐらいの治療を1回ぐらいですね。それぐらいで、はい、もうマッサージじゃないわけですよね。マッサージじゃないです。ポイントポイントに、はい、悪いところだけを徹底的に直して、であとチェック表っていうのをつけていただいて、やったからどうなったかとかっていうのを2ヶ月ぐらいつけていただくと、自分が変わっていくのが分かっていくので、これをただ単にチェック表とかつけないで次どうですかっていうと、痛いか痛くないかだけの2つなんですよ。それを数字で自分でチェックすることによって、改善が例えば5段階で一番悪いのが5だとして、うん、5が多かったのが3とか2が多くなっていくと自分で分かってきますよね、うん、そうするとこの自分で生活習慣を改善しようとか、はい、ちょっとヨガやってみようとか運動してみようとかって自分で楽しくなってくるんで、なるほどなるほど、楽しくなってくるともっといろんなことをやり始めて自分で足指やってみようかなとかなりますんで、そうするともうね、締めたものっていうか自分で治せるようになるんで、うちに来なくてももう治していただくのが最終的目的となっております。素晴らしい。最後になりますが、重田さんの格言をお願いします、はい、行動あるのみ行動力ですかね。やっぱりなんか迷うんだったらまず動けって感じで、動いてから失敗してます。動いてから失敗してます。いやいや失敗してないぞ、大成功してるでしょ。いやもうじゃ今後とも片頭痛の方を治し続けていただけるように、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション、透明感があり潤った肌、余計な脂肪のついていない女性らしい体、つややかな髪、どうしたら手に入るのでしょうか。今週のビジネスブックコレクション、おすすめの本はこちら、食べるだけで若く綺麗になる方法。この本を書いたのはバランス料理研究家の小針恵里香さん。日本フードバランス協会代表としても活躍している小針さんが、肉も野菜もご飯も無理なく食べて肌、髪、スタイルを美しく変えるといった食事法など実体験を交えて書き上げた一冊です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。